はい皆さんこんにちはチームハロンズクローカーですオーストラリアドル円のテクニカル分析を3分で解説します本日ニューヨーク市場の見通しとなりますまずは結論からはい4時間足ボリンジャーバンド一問均衡表上昇トレンド進行中ストキャスティックス買いシグナルが点灯ということではい4時間足ベース多少の調整売りはありそうですがまあ堅調な推移と考えておりますそれではテクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します はい、まずは四時間足ボリンジャーバンドトレンドの方向性示す赤い転線21ポイント移動平均線上昇しておりますローソク足跡と言いますとプラス2シグマラインを上抜けて上昇しておりますかなり強い上昇トレンド進行中ということです四時間足ボリンジャーバンドですね、はい、その中オシエタケースとキャスティックス変わりすぎな判断基準であります八十パーラインを超えてもなお回シグナルが点灯中ということです はい、えー、と4時間足1目均衡表ですね、上からローソク足、転換線、基準線、雲の順番、典型的な上昇トレンドのパターン、さらには短期市場の赤いラインの転換線、中直市場の青いラインの基準線、直近の動きを示す紫色のラインの地行線、3本とも鋭角に上昇しております、かなり強い買いバイアスが今かかっているということで、まあ、総合的に判断しますと、4時間足1目均衡表、強い上昇トレンドが進行中ということです。 はい、それでは本日ニューヨーク市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。はい、サポートラサポートラインですね。サポートラインは2時間足ボリンジャーバンド、2時間足ボリンジャーバンド、えっ、ー、とプラスシグマラインレベルです。94円の97レベル、94円の97レベル、このぐらいですね。はい、続きましてレジスタンスラインです。 レジスラレジスタスラインにつきましては96円ちょうどレベル、96円ちょうどレベルと考えております。 はい、本日ニューヨーク市場の予想レンジ、94円の97レベルから96円ちょうどレベルということです。ポイント、上昇トレンド進行中、96円台射程圏内ということで、はい、4時間足ベース、ボリンジャーバンド、一目金好表かなり強い上昇トレンドが進行中、さらにはストキャスティックス、依然として買いシグナルが点灯しております。はい,そう,いうことで、オーストラリアドル円、本日のロンドン市場なんですけれども、まあ、多少の調整売りは起こりそうですけれども、まあ、堅調な推移を予想しております。 96円台射程圏内ということで、個人的にはありえるかなと考えております。本日は以上となります。